海門は日本海軍の軍艦で、艦視はスループになる。岩木に続いて、計画主任を赤松時長として、三小バーク型でスクリュー一軸の解剖艦として計画し、横須賀造船所で6年半かけて建造された。浸水式の時に世界で初めて鳩を飛ばしたことで有名である。日清戦争では、韓国方面の警備を行い、 ついで、台湾作戦に従事した。戦後は、佐世保鎮守フ所属として、主に、韓国、台湾の警備官とした。日露戦争では、海戦直前に、第三艦隊に編入し、戦争中は、朝鮮海峡の警備、ついで旅大方面の警備と支援に従事。1904年7月5日18時23分に、大連湾外で食来し沈没した。韓米は、 鹿児島県の海門だけによる。この山の別称として、薩摩富士、筑紫富士、小富士などもあるという。なお、海軍省報告書には、明治9年11月16日に、鹿児島造船所にお手申請の軍艦、海門と命号とある。この鹿児島での建造計画は、西南戦争で中止になり、官名のみが本館に襲名されたとの意見がある。 参照ーバーク型のスループ。コンウェイではスクリューコルベットに分類している。また、包管、解剖管とする文献もある。船体は木製。設計時の概略用目は以下の通り。当初は岩木程度とされていたが、設計段階では約1500英トンとなった。実際の用目は表の通り。搬送の場合に傾斜がひどくなるため、 双方展開したことはなかったという記録が残る。主機は、横置き帰り働け式2段に気筒レシプロ機関1機。シリンダーの直径は、高圧43プラス7、8インチ、低圧74インチ、工程はいずれも30インチだった。また中鉄製箱型複製機1機を装備した。ボイラーは、高窓管片面冷化式4機。 艦艦は3インチに増大し、蒸気圧力は60ポンド、平方インチに上昇した。煙突は昇降式とした。速力は計画で12ノット、試運転で12.5ノット出したとされる。帝国海軍機関士による行使成績は以下の通り、1896年にボイラーは同型のものに換装した。または1900年11月に、 佐世保造船省において、三菱長崎造船所製の同型の新艦4機と、完走した。表の兵装は、海軍艦艇士に,による。全部の1 7トルクルップ砲は旋回砲で、船体中心に軽視し、発射時は旋回して原則に移動、両弦で発射可能だった。原則の側砲は1 2トルクルップ砲を、片弦二門ずつ。 後部旋回砲は十五センチメートルグループ砲を装備した。その他の文献による値は以下の通り。並走では春行直後に十五センチメートル砲を廃止して十二センチメートル側砲を2問追加した。その後に一インチ四連絡点砲四機、小銃口径五連絡点砲1機、メートルタンクルップ砲一門を追加した。日清戦争の頃にファイティングトップを 大穂柱と中小に設けて気泡を搭載した。測量任務に従事するにあたり、1896年に佐世保で修理改装工事を行い、製図室を新設するなどの工事を行った。この時行われたその他の工事は以下の通り。横須賀造船所は1877年1月に製造が認許された宝冠と同一の軍艦の建造を 海軍省へ2月23日に上申し、3月26日、任居されたが、新艦の大きさは、大体いい日進と同じ程度の4等艦とされた。6月15日に、その製図と司法書の認可を伺い、6月21日、任居された。建造予算は429,750円。この時に、同一の艦をもう一隻建造するよう伺い出たが、 おって指令するとされた。9月1日寄港。1878年2月19日、横須賀造船所で建造中の2隻は、海門と天竜と命名され、翌20日に、横須賀造船所は、最初に着手した艦を海門次の艦を天竜と決定したことを公表した。1879年7月12日、海門の艦位は4等。 定員は160人に定められた。1882年8月28日浸水式を行い、午後3時30分に浸水した。浸水式には東伏見宮が、総流丸で、横須賀に来て、名代として臨席、その他に、岩田港、山形参議、山田衆議、松方衆議、河村海軍卿などが臨席した。 1883年2月26日に、カニを4頭から3頭に改められた。12月7日に、横須賀を出港して、東京湾内のマイルポストで速力を、測定12.5ノットを記録した。また、近海の試験公開として、翌8日午後8時に、横須賀を再度出港。9日午前9時20分に、清水港に到着。 11日午前2時30分に、同時発、同日午後4時10分に、横須賀に帰港した。船体と機関ともに故障はなく高成績を収めた。1884年3月13日に、海門は、春行、主戦局に引き渡された。1883年8月23日、海門は、東海守府所轄とされた。百八十四年五月三十日、 海門と畜子が中間隊に編入された。十一月二十二日、海門は横浜港を出港し、朝鮮へ向かった。同年十二月四日より、翌千八百八十五年二月二日まで、朝鮮事変に従軍し、朝鮮方面の警備を行った。千八百八十五年十二月二十八日、中間隊は、解体、同日不送、金剛、飛燕、海門。 筑死、清オテル、岩木、猛春で、改めて常備召喚隊が編成された。海門は朝鮮事変後も、外国を航海し、1886年2月25日に、馬関に帰着した。1888年6月17日に、品海を出港し、国内の諸港を巡った。海門は9月30日、域に到着した。 1890年8月23日、海門は第一種に定められた。1891年3月8日、海門は佐世保港を出港、朝鮮に向かった。3月23日馬館に帰着した。1892年、カイモンは南大東島などの調査を行った。海門モンは中を出港するとまず、南大東島へ行って7名が上陸して、 調査を行わせ、その後ラサ島に向かって3名を上陸させて約1時間半の調査を行った後、再び南大東島に戻って上陸調査中の7名を帰船させると、北大東島は上陸すらせず、洋上からの視察で終え、北に着いた。1894年の日清戦争では開戦後は内地で警備を行い、8月27日佐世保を出港。 以海へ攻略作戦に参加した。翌1895年5月1日暮れ港に帰着した。7月12日横須賀港を出港し、その後は台湾方面で行動した。1896年海門は3月8日、台湾から鹿児島に帰着した。以降は測量任務となって近海の水路測量に従事した。5月頃から8月いっぱいの予定で、佐世保で、 修理改装工事を行い、製図室を新設するなどの工事を行った。11月5日、開門は、鹿児島を、出港。1897年10月13日、那覇に帰着した。1898年3月21日に、官邸類別等級標準が制定され、開門は三等解剖館に類別された。同年5月5日、横須賀港を、出港。 9月7日鹿児島に帰着した。1899年5月4日佐世保港を出港、8月28那覇に帰着した。この3年間はいずれも4月に国内を出港し、秋まで韓国で行動した。1901年4月21日佐世保港を出港、9月7日佐世保に帰着した。1902年4月19日もじ港を出港、 11月25日佐世保に帰着した。1903年4月13日長崎港を出港。10月16日佐世保に帰着した。日露戦争では1904年2月6日尾崎を出港。津島海峡の警備、旅順攻略作戦に参加した。7月2日、砲艦、平恵、仮想砲艦、第6宇和島丸、愛媛丸と共に出撃した。 7月5日、小平島付近での総会作業援護護期等中、南三三島南南西沖で食来。4分で沈没し、艦長、高橋森道仲裁下22名が戦死。198名が領艦に救助された。1905年5月21日開門は除籍された。1910年残骸が売却された。日本海軍史第9艦。 第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。